場合によってはそこでうまくいかない人は別のところに移ってもらう。これをやろうと思うとある程度正規雇用の、まあ、これは本当に大変なことですけども、正規雇用で守られている今の状況というものをもう少し流動化して、逆に非正規雇用の皆さんの方はあまりにも不安定なので、この非正規雇用の皆さんの方の、まあ、安定性を上げながら、今正規と非正規の間があまりにも激しいので、これをお互いにこう真ん中に近づけていくということになればですね、どうしてもこの雇用の流動性、まあ、外国資本緩和というところは組み込まないと、外国人、ないしは日本人、もっと切磋琢磨してそこにイノベーションを生んでいく、それから企業の方としても逃げられる恐れがあるから給料を増やしていくという動機が働くと思います。ずっとその企業に従業員がとどまるんだったら、なかなか誘導策で労働分配率を上げるといっても給料払わないという、まあ、それがずっと今までの流れだと思うんですが、ここどうでしょう、外国資本の緩和検討するということはあり得るんでしょうか。日本とヨーロッパというのはこれまでの歴史的な雇用の状況が違いますから、いきなり解雇規制やりますというわけにはいかないんだと思います。むしろ従業員の方がいいところにどんどん移れるように、しっかりと必要ならトレーニングを受けられる、だから人が変われますよということになれば、企業はまず給与を上げて従業員を確保していかなければならないと思います。これから労働力がどんどん減っていきますから、むしろ企業にとっては賃金を高めていい人材を確保するというインセンティブが本来働くはずで、まず企業の側から解雇できるというよりは従業員の方からトレーニングを受けて次へどんどん移れるという状況を先に作るというのが大事だと思います。河野さん、でもそれ移ろうと思っても移る先の方にもうすでにある意味もう解雇規制がこれだけ厳しいわけですから、人がもういっぱいという状況で、この若い世代とか能力を積んだ世代が行こうと思って行けないということがあると思います。今行って給料が上がる、成長しているというのは、むし